皆さん、こんにちは。水田農業対策室長の木村です。今回は米粉をめぐる状況について考えていきたいと思います。今日は米粉を担当している穀物課の小俣課長補佐に参加してもらっています。こんにちは。穀物課で米粉用米などの、新用途米穀を担当しております、小俣と申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、最近需要が高まっている米粉をめぐる状況について、まずは説明をお願いします。それでは米粉の状況について説明させていただきます。まずは新たな用途に使われる米粉についてです。米粉は昔から米菓や和菓子などに使われてきました。従来の米粉の製造方法は、主に左下に紹介している労理式粉砕装置によって行われていますが、この方式では米粉の粒子が粗く不揃いとなり、さらに米に含まれるでんぷんが壊れやすいため、パンや麺などの用途には使いづらい米粉でした。近年、右側に紹介している気粒式粉砕装置が開発されたことにより、でんぷんが壊れにくく、粒子が細かく、粒子の大きさが揃った米粉が製造できるようになりました。これによりパンやケーキ、麺類など米粉が新たな用途へ利用できるようになり、米粉の用途が一気に拡大しました。続いて、米粉用米の生産量、需要量の推移です。米粉の需要量は平成30年度以降、右肩上がりで増加しており、令和3年度にはついに4万トンを超えました。また、これに応じて米粉用米の生産量も令和3年産では過去最高の4万2000トンまで増加しました。新用途米粉は平成21年にできた新しい仕組みですが、導入当初は米粉用米の生産を推奨した結果、需要の裏付けのない米粉用米が生産され、産地に在庫として滞留してしまったこともありました。現在は需要と生産がおおむねマッチしており、需要に基づく生産が定着しつつあると考えています。米粉用米は需要の裏付けのある需要に基づく生産を行うことが重要です。ここで質問をしたいと思います。今ほど米粉用米の生産量、需要量の説明がありました。米粉の需要は最近右肩上がりで増加しているようですが、需要が増えているのはなぜでしょうか？米粉の需要はですね、平成29年までは2万トン程度で低迷しておりましたけれども、平成30年度以降は増加しておりまして、令和3年度には4万トンをついに突破しました。これからも、この傾向は続いていくと考えています。その理由としましては、まず近年加工メーカーの努力もありまして、米粉製品が以前より美味しくなったことが挙げられます。以前の米粉製品はもちもちしすぎていたり、硬くなりやすかったりしてですね、なかなか消費者のニーズに合わない製品も多かったのですけれども、最近は消費者の皆さんから米粉製品が美味しくなったという声が増えてきています。また、米粉の需要量が増加したため、米粉の価格が安くなってきたことも需要が増えている一因だと思います。国も米粉の需要を後押しするため、ノングルテン米粉制度などの消費者に分かりやすい表示制度の充実も図りました。続いて、米粉に適した米粉用米の生産の拡大です。シフォンケーキやホットケーキなどの菓子用や唐揚げ粉などの料理用のように、主食用品種も麦米粉の用途もありますが、パンや麺に加工する場合にはアミロース値が高い方がパンは膨らみやすく、麺はくっつかず、麺離れが良いことが知られています。現在はパンや麺における米粉の使用量は少ない状況にありますが、近年米粉の需要として伸びているのは主にこれらパン麺の用途です。国内産小麦はパンに適した専用品種が開発されてから評価や需要が格段に上がりましたが、米粉も消費者に評価される米粉用品種が登場しています。このページでは、右下の写真にあるように、パンに向いたミズホチカラやエミタアワを紹介しています。日の光や日本晴れといった主食用品種に比べ、パンが膨らみやすいことがわかります。
続いて、米粉に適した品種です。上の段のパンに向く水ほちからエミタワーの2品種に加え、下の段には福の子、アジアの香りといった麺に向く品種も紹介しております。アジアの香りは単粒種ながらアミロース含有量が 32% と超粒種並みとなっており、ビーフンやフォーのように麺同士がくっつかない麺が作れます。消費者ニーズに合ったパンや麺を製造するためには、このような専用品種による製造も進め、米粉需要全体の底上げを図っていく必要があります。また、このような専用品種には多種品種が多く、生産者にとってもメリットがあると考えています。今ほど米粉に適した米粉専用品種についてのお話がありましたが、改めてどのような品種か紹介してもらえますか。はい。米粉は炊いて食べる主食用米と異なりまして、最終的に食品事業者がパンや麺に加工しないと消費者が食べることができないものです。そしてパンや麺に加工するためには、米に含まれるアミロースの含有量によって、国内産小麦と同じようにパンにはパンに向く品種、麺には麺に向く品種があります。さらに米は小麦と異なりまして、でんぷん同士がしっかりくっついているため、米粉にしたときにでんぷん損傷が起きやすいという特徴があり、これがパンや麺に加工する際の難しさの一つとなっていますが、米の品種によっては粉にするときにでんぷんが損傷しにくい品種も育成されています。このようなアミロース値が高く、でんぷん損傷しにくい品種が米粉専用品種です。これまで消費者に評価される米粉用の多種品種として、みずほ力が育成されています。さらに、みずほ力より収穫時期が早く、栽培適地が広いエミタワーも近年育成できました。この他にも先ほどの資料で麺に適した品種も紹介しておりますが、今後とも消費者ニーズに適した米粉専用品種を開発・普及していくこととしています。続いて米粉の特徴です。米粉で作られたパンや麺はもっちりしており、日本人が大好きな食感となります。また小麦粉よりも油の吸収率が低いため、米粉で天ぷらや唐揚げを揚げるとサクサク感が長く続き、さっぱりヘルシーな仕上がりとなります。さらに米粉はダマにならないので、粉を振るう必要がなく調理が簡単で、さっと溶けるので後片付けが楽という特徴もあります。このような米粉ならではの特徴を消費者の方々に普及し、米粉の需要を拡大してまいります。続いて、食料農業農村基本計画の抜粋です。米粉用米の生産努力目標は、令和12年度に13万トンとなっており、まだまだ米粉の振興を進めていく必要があります。一方、克服すべき課題として、加工コストの低減や輸出の拡大が挙げられており、これらの課題を克服し、米粉の需要拡大を図っていく必要があります。続いて、水田活用の直接支払い交付金です。戦略作物助成として、従来から米粉用米は飼料用米と同じ支援内容であり、収量に応じ、10アールあたり 5.5 万円から 10.5 万円の交付単価となっております。手厚い支援を行っております。続いて、一般予備費による輸入小麦等食料原材料価格高騰緊急対策事業です。予算額100億円の大型事業であり、輸入小麦から国産米粉や国産小麦に原材料を切り替えた場合に、右下の枠内にある新商品開発や新商品の製造に必要な機械設備、さらには新商品の PR 費や新商品製造の原材料費まで支援の対象となっております。米粉は一時的な小麦粉の代替ではなく、米粉の特徴を生かした消費者に受け入れられる商品を作ることにより、需要の大幅な拡大を図っていく必要があります。この事業などを活用し、国産米粉の需要と生産の拡大を加速化してまいります。続いて、農産漁村振興交付金です。これまでも多くの米粉加工施設が
この交付金による支援のもと建設されております。米粉用米の生産利用に取り組む計画の認定を受けることを前提として、農産漁村活性化法に基づく活性化計画に位置づけられた機械・施設整備等を支援することができます。国産米を原料とした米粉の利用を拡大することは食料安全保障上も重要ですが、米粉はパンや麺に加工して初めて消費者は消費できるものなので、米粉の需要を拡大するためには消費者に受け入れられる商品を作ることにより米粉の需要を拡大し、これに合わせて米粉用米の生産を拡大していく必要があります。このため令和4年度第2次補正予算においてさまざまな支援を行うこととしております。資料の事業内容に記載のとおり、一つ目として米粉の商品開発等に対する支援を行うこととしており、新商品開発費だけでなく、その製造に必要な機械の開発や導入についても支援対象としています。二つ目として、米粉や米粉製品の製造能力を強化するため、これら事業者の建屋を含めた施設整備、製造ラインの増設等に対する支援を実施します。さらに、米粉専用品種の増産に向けて、種子生産のための機械・施設の導入等に対する支援も実施します。はい、資料の説明は以上の通りです。最近は輸入小麦の価格が高騰していますが、こういう時こそ米粉を活用すべきだと思います。その点いかがでしょうか。現在小麦は約 85% が輸入ですけれども、国内で唯一自給可能な穀物である米を原料とした米粉を活用して、輸入小麦の需要の一部を置き換えることは、食料の安定供給確保の観点から重要な課題です。このため、農林水産省としては、良質な米粉になる品種の開発普及や、ノングルテン米粉などの日本産米粉の特徴を生かした輸出の促進に取り組むとともに、輸入小麦の高騰やウクライナ情勢等により、米粉は注目されている状況を踏まえ、先ほど紹介しました食品事業者などによる消費者ニーズに合った製品の開発や、そのための設備の導入などに対する支援を行うこととしております。これらの支援を通じて、国産米粉の需要と生産を拡大していくこととしておりますが、今はまさに米粉の活躍が期待される状況だと考えています。はい、ありがとうございました。消費者ニーズに適した米粉専用品種を開発・普及していくとともに、今後の活躍が期待されるということですね。動画をご覧の皆様もぜひ需要に応じた米粉用米の生産についてご検討いただければと思います。それではこれで米粉をめぐる状況についての説明と質疑応答を終わらせていただきます。米粉用米の生産についてご不明な点等あれば、お住まいの地域再生協議会、もしくは農林水産省の地方農政局、各県拠点、またはですね、農林水産省農産局の穀物課までお問い合わせください。本日はご視聴ありがとうございました。